はいどうも皆さんこんばんは。こんばんは。はい、ということで、3月1日水曜日24時になりました。本日は気候な平塚店からパラ平塚始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、もうあっという間の3月ですよ。もうそうですね、ね、寒い、もう暖かくなってきましたね。もう卒業シーズンですからね。もうこの中からはね、誰も卒業しないようにずっといるようにね、はい、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、こんばんは。死神の羽が生えますよね。生えませんよ。生えますよ。俺たちの真鍋は来るのか。おい、真鍋が来るのか。真鍋、真鍋、いや、すげえ来るな。ごめんなさい、ちょっと今日もね、お仕事の都合でね、申し訳ないですね。はい、ごめんなさい、ブーちゃん欠席ということですいませんね。中村おにぎりやん、どうも、こんばんは。どうもこんばんは。藤谷の追悼配信はここですか。やってませんよ。残念ながら違いますよ、はい、そうですね。ブーちゃん体は大丈夫。もうどうですか、ブーちゃん体調の方は。絶好調っす。いや、あ、絶好調。よくたまにはい、タタタタタっつってます。大丈夫じゃねえじゃん。まあね、まあ、徐々に徐々にね、良、ね、くなっていってって感じでね、はい、ブーちゃんやんとかね、あら、ブーちゃんまたよく、髪型変なおにぎり、どうも絶好調ですよ。でもね、愛されて。本当気持ち悪い。ありがとうございます。ひどい、その髪型。何が。いや、もうな、いや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 、凱旋のメデューサと思えば結構テンション上がるよ。おっと思いますから。家火事になったんですか。ちげえよな。誰がアスクルだこの野郎。違いますね。よろしくお願いします。はい、ということでね、じゃあ自己紹介いきましょうか。はい。はい、じゃあ私から、はい、はい、平塚店主のアズルです。はい、アズルよろしくお願いします、ね、向けてるよってことな。ありがとうございます。はい、そして本日初登場。はい、よろしくお願いします。キセラ川西から来てます。兵庫の、はい、あ、来てる通いまさかの通い嘘でしょ。来てますって通い、はい、こっちに来ました。はい、向こうのチャンネル見てくれた方どうかな、うん、分かんないですかね。まあ、あのこれから多分いっぱい出てくると思うんで、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということでね、はい、中島さんと言いましてね、前出てた時の名前は、中島ということで、でもありきたすぎてなんかいいのないですかね。やっちゃってる。なんでね、今日だから番組中に視聴者さんにいろいろ考えてね、そうですね、もらいましょうか、うん、はい、よろしくお願いします。あ、知ってる関西で 見たことあるよとかね。 ありがとうございます。すごい、ね、残念、おにぎりさんは、卒業です。今までありがとうございます。いや、いますよ。はい、ということで、じゃあ告知。はい、行きます。3月6日ですね。はい、こちらが寝台入れ替えとなっておりまして、はい、まあ、北斗無双ですね、はい、こちらとモンキーターン3を導入いたします、はい、その他にも、まあ、ヤッターマン、ドロンボとか、はい、まあ、鉄拳だったりとか、はい、そういった機種計12台ですね、はい、導入いたします。はい、ということでね、よろしくお願いします、はい、でさらになんですけども、はい、3月1日、まあ、本日、昨日からか、はい、なんですけども、スイーツ販売しておりますので。スイーツ出た、手作りだ。スイーツ、アズール手作り。いよいよ店舗におろしてみたいな。マカロンとかじゃない。あ、違うんですか。普通のスイーツ、普通のスイーツ、普通のスイーツじゃないですけどね、はい、販売しておりますので、はい、ぜひね、お買い求めください。はい、よろしくお願いします。ということでね、じゃあ早速ね、視野の方に入りたいと思います。はい、本日はですね、 CR パチンコ水戸黄門とですね、CR009 サイボーグ009ですね、はい、こちらを打ってやっていきたいと思いますんで、はい、ちなみにどちらがどっち打ちますか。水戸黄門。はい、009。なるほどね、黄門っぽい顔ですね。はい。え、いやいやいや、全然。なるほどね。いや、水戸黄門。違う、いや、水戸黄門ですから、いや、リリシーって意味。なるほどね。わかりますか、ね、だって、わーって出されたら、わーってなるじゃないですか。黄門出されたら、わーってなる。そう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 。あーってなるんでね。はい、ということでね、そんな感じで本日もやっていきますので、最後までよろしくお願いします。はい、CM 入ります。支えられて、おかげさまで全国100店舗になりました。地域の皆様に愛されるよう、これからもずっと歩み続けてまいります。町の明かり、心の明かり、キコーナ。はい、ということでお待たせしました。はい、
そんな感じでね、ちょっと今ね、すいません、準備中なんでね、少々お待ちください。はい、少々お待ちください。よし。これでいいかな、顧問は。ね。はい、ということでね、コメント読んでいきますね。本家流しの登場、あ、失礼。本家流しに電話しようってことね、電話しませんよ。はい、流しはあかんでてね、流しやないかってね、静かは元気ってことね。あー、やばい、これ、はい、多分キセラの人っすね。あ、そうなんですか、ありがとうございますね。誰ですか、静かって。あの、僕の嫁です。あ、結婚してらっしゃる。はい、いいですね。で、いや、まあ、はい、出しましょう、出していきましょう。ね、いい名前ですね、静か、はい、ね、静か。もう大体突っ込まれること分かってるんで、もうそんな、はい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 、でしょうね、みたいな感じ、はい、ね、はい、おい、真鍋なしかよってね、しゃーなし、ゆで卵がいるからミルク、ありがとうございます。この配信は中村おにぎりをディスる番組ですが、違いますよ。煮卵先輩チースーとかね、はい、ありがとうございます。さあ、ということでね、それでは早速やっていきましょうか。よーい、スタート。はい、ということでね、まあ、肛門の方はね、寝台ですんでね。あ、そうですね、音量ちょっとね、下げてもらえるとありがたいですね。はい、よろしいですか。はい、5ぐらいかな、ちょっとちっちゃいかな、そのぐらいで多分大丈夫だと思います。はい、ということで、中しはおかんとこね、はい、知ってるよとかね、あれ、アズール髪増えましたかと。増えましたよ、分かるでしょ、やっぱり。増えたんすか。増えた増えた、伸びたじゃなくて増えた、ね、増えた増えた、増えたでしょ。何やったんすか。いや、それはスクループ D しかないでしょ。何してんの。スカルプ D ね、そう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 、スカルプ D の人見てますか。効果現れてますよ。そうですよ。はい、ありがとうございますね。お世話になっております、ね、本当に。はい、堀北真希引退するけど、おにぎりはいつ引退するんですか。いや、僕家庭がないんでね。今でしょ、はい、家庭がないから。いやいやいや、今とかないですから。ずっといますよ。はい、チーズとかね。はい、中島さん相変わらず顔長いですねと。あ、そういう感じなんですか。あ、そういう感じです。あ、顔長めで。はい、馬です、馬。あ、なるほど、営業中ということで。はい、はい、ね。流しイケメンとかね、はい、何やらかして平塚に飛ばされたんですかということで。何も悪いことしない。何もしないですね、はい、普通にやってますよ。はい、健全です。はい、ね、関西の中市、横須賀の中市に喧嘩売った中市さんですねってことで。そんな荒っぽくないですよ。はい、欧米かってね。チンピラですからね。はい、ダブル中市、見てみたいとかね。はい、アズール、俺たちを信じて言ってくれってね、はい、藤庵は、カップ麺を、食べたのかと。そうですよ。直接本人に聞いたら、あのハーゲンダッツだって言ってましたね。ああ、そうかそうか。ハーゲンダッツを食ったって。だからダッツ、ね、ハーゲンダッツでしたね。そうそう、ハーゲンダッツ、はい、ね。おずるっととかね、アズール。おっと。はい、こんばんは。そこの MC に落とされて見に来ました。おにぎりに天使の羽をあげてくださいってね、上等ですよ。はい、あげましょう。はい、おにぎり、北の将軍おつおつとかね、つるっとアズールってね。新店長登場はありますかとかね。いや、ちょっとね、そう、前回と今回で、ね、ちょっとタイミングはね、そうなんですよ。次回は出てもらえる、ちょっとね、頑張ります。はい、はい、スケジュール的にね。はい、よし、肛門顔って名前にしようってね。ゼルゼルなのに、最近中古相場でめっちゃ高騰してますねと。いや、面白いですからね。ねえ、これ人気ですよね、やっぱ、はい、どのスペックもね、結構人気ですよね、そうですね。009は、はい、009は天の方ですかということで、ライトミドルですね。ライトミドル、そうですね、はい、215分の1となっております。はい、はい、アズールの名前、アズール肛門、ボイルエッグにしようぜとかね。もう悪意しか感じない。悪意しか、そうですね、そもう完全に下でしかないんでね。下ですか、ね、ちょっと変えましょうか、ね、アズール陰謀ってあだ名でもいい、いいねってことね。どういうこと、目に入らぬかとかね、思わずあのひれ伏しちゃうねえ、神々しいってやついいんじゃないですか。あ、逆にね。そう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 、確かにありかもしれないね。はい、アズールはなんでホール店員やってるのってね、黙ってパティシエに なれよとね。黙ってパティシエ。パティシエ、パティシエ料ね、スイーツ作るけどね、アズケンさんですよ、アズケンさんね。ゼロゼロナインって名機じゃねえか、名機ですよね。はい、はい、肛門やるならオリンやってほしいなと思ったけど、関東の気候な1店舗も導入してなかった。あ、オリンね。オリンね、オリン本当に探せないとね、どこにあるか ね。そう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 。はい、おにぎり佐賀から見てるよ、相変わらず髪型が北の将軍じゃないか、ありがとうございます、ね、ちょうど今旬なんでね、これでもうコメントを稼ごうっていう、もう浅はかな考えで。浅はかすぎるね。こんばんは、遅れました、おにぎり、ホモールパイセンチースーとかね、こい、はい、あれ隣はどなたですかと。あ、こんばんは、中島です。はい、ということでね、関西から来たね、今日ね、はい、ちょっとあの名前をね、いろいろ考えようかっていうね、はい、話ですね、ぜひいいの。さあ、ということでね、集結は熱いっすよ。
来てる来てる、来てる。さあどうでしょうかね、新基準の突破型ははっきり言って、濃すぎですよねと。さあいいですよ、はい、009とか何十連する予定ですかと。あ、来てますよ。そうですか。うん、もうとりあえず20連ぐらい行きたいですね。22連、はい、ね、結構ね、突破あれ100回転で215を引かなきゃいけないんでしたっけ。あ、赤いこれ結構いいですよ、ね、P フラッシュ。あ、 V フラまさかの。あーな当たりですね、アズールいただきました。さあそしてこちら緑保留、赤赤チャンスアップ厚いですよ。はい、平塚の皆さん、おにぎり和骨ですと。和骨です。はい、深夜の配信、友達俺最後まで見てて おにぎり覚醒してね、ありがとうございます。肛門当たらなかったらおにぎりの肛門見せる。あ、全然いいですよ。いや全然よくない、出します、出します。全然よくない。さあ、あ、青ちょっと弱いかな。ちょっと弱いですね。ね、懲らしめてやりなさい。おにぎりなんで R1 に出なかったんですか。罰としてエンディングでアキラ 100% やってっていうのね。まあ、やってもいいですけど、そしたら俺今後 100% 出れませんね。100% 出れない。さあ、あ、スケカクカットイン。いいですよ。スケさん、カットイン。ねえ、まあ、やっぱね、158なんでね、その軽い分。平塚って店長変わりすぎじゃないでね、やっぱり横浜でも抜群の問題点なんですか。違いますよ。たまたまですよ。たまたま。ねえ、はい、さあ、中島さんはないかな。はい、おにぎりツイッターフォロー しとくね、よろしくですね。あ、中しって噂の、パチモンの中しですかと。そうですね、パチモンでいいですか。いやいやいや、パチモンじゃないですかね。さあ、はい、来たコーモン。やりました、早かったですね。今日は見せますよ、今日は見せます。さあということでね、はい、ということで実写で当たりましたんでね、ST ゲットです。イエスイエスイエス、はい、いきなりピンフラ気持ちいいですね。ねえ、気持ちいい。ババ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 バみたいな。はい、ハーゲンダッツカーってね、何味で飛ばされたんだろう藤庵はってね。いや意外と抹茶じゃないですか、意外と抹茶ね。肛門の八図柄、肛門の八だけ、緑図柄って何かあるのかなっていう。ああ、肛門八兵衛かな。あ、なるほどね。八兵衛確かね、何だったかな。まあアズールが多分なんかそれ関係の演出見せてくれますよ。はい、アズール熱い、熱いですよ。はい、そんなんで米コメントを稼ぐとかおにぎりぶっ飛ばすのってね。アズール金色になれとね。金色になりましたよ。はい、心地いいですよ。今日見てる人増えるかなってね。関西が最強の神代ガンツですから。あ、ガンツやってんだ。どこ？はい、関西が。おお、ね、なるほど。まあ、ガンツ人気ですからね今。ですね。そうだから、このね、まあ肛門もね割と評判なんで、京楽さん、うん、ここ最近ちょっとねポンポンっていい感じで。そうですね、はい、アズールついてね。海物語金富士の15ラウンドの時に出るのってアズールパイセンですよねと。違う違う違う、出てんの。出てないよ、出てない。ねえ、中島関西から来たんだへーってね、とりあえず関西に帰れと。いや僕もともとこっち出身なんですよ。あ、そうなんですか。生まれも育ちもこっちで、はい、関西行ってたんですよ。あ、なるほど。ちなみに出身どこですか。もうここっすよ、神奈川県。平塚。平塚じゃないですけど厚木っす。あ、厚木出た、はい、そうっす。なるほどね。じゃあ全然まあ馴染みがあるっていうか、 むしろ帰ってきた。そうっす。あ、なるほど。生まれて僕今28歳ですけど、はいはいはい、こっち出たことなかったんですけど。あ、本当ですか。まあ、その移動っていう形で、はい、まあ、いい経験させてもらいました。あ、いいですね、はい、なんとも模範解答。確かにね。地元出るっていうのも勉強になりますよ。あ、なるほどってことね、はい、じゃあお、これいいんじゃないの。次はね、オクラホマですかね、外国にね、外国に。さあということでどうでしょうかね。いやでも結構ね、結構やられますよ。はい、そこまではいい、そこまでは まだいい。これ全てやりなさい、ね、はい、肛門は、あ、失礼、あずら熱いけどね。なんかね、おにぎり、マナメッチにまた担当お前かって、言われたんでしょ。お、よくわかりましたね。言われましたよ、もう、またお前かってね。残念とかね。はい、さすが肛門顔のアズールとかね。肛門顔、はい、肛門はアニメで当たるけど、実写あたりが確変だからアニメ行くと素直に喜べないとね。あ、まあまあ昇格もありますしね。はい、そうね、はい、中島の新しい名前は中村おにぎりの下辺7号ね。なんで過去6人もいた覚えがないよ。ね、ちなみに普段は何て呼ばれてるんですか。
普段っすか、いや本当に中島さんとか中し、そうっすね。あ、ちなみに嫁からなんて言われたんですか。あ、いいっす ね, ね、嫁から、その質問いい、中島って言われてるんですか。で、お前も中島だろうみたいな、イチャついてんじゃねえぞだろうみたいな、そんな感じないですか。いや普通にあんたとか、あんた、あなたとか、じゃああんたにしましょうか。そうっす、名前でお前おかしいおかしい絶対おかしいからあんたというね、そうっすね。じゃあ探しましょうね今日ね。はい、中島さんのあだ名は、島中さんですかってね。あ、島中言われたことないっすね。いいっすね。あ、なるほど。あの逆にしてね、はいはいはい、うまい。島中ってあのホームセンターだよね。あ、なるほどね、漢字を逆にしてるってことか。そう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 、あー、なるほど、ね、うまい、島中、うまい、みたいなね。アズールさすがってことね。コラン中島ってね、関東はちょろいと思って手抜いてんじゃねえぞってね。いやいや、そうだぞ、自分らしく頑張ってくれよな。優しいじゃんね、チームね、はい、頑張ります。はい、おい、おにぎりの肛門見れねえじゃねえかよってね、怒っちゃってる人いるからね。やめよう、それだけはやめよう。はい、ね、はい、中市に何が起こったの、来週は玉五郎に、行くのかなと。玉五郎あ、ね、あ、なるほど、キャラクターにね、なんで情報がふわっとしてるんだってね。おにぎり佐賀に遊びに来てよ、来た瞬間、ぶっ飛ばすからさ、行かねえよ。なんでカウンターパンチ、ね、ついた瞬間にみたいなね。海物語、北の将軍様はいつ出ますかとかね。あそこ判件がね、判件が難しいんですよね。はい、ガロの国軍保留ってアズール先輩に似てますよねと。ガロも出てましたっけ。出てないですよ。出てない。ガロビクーじゃなくてアズールみたいな。あれ、さあ、赤、赤煽り、ワンチャンあるかもしれない。3点押せ、あ、ないか、ね、はい、なんで今まで関西行ってたのってね。地元も戻れないようなやばいことでもしてたんですかと。いや、僕だから中途採用で初っ端の配属先がもうそこだったんです。はい、と、はい、いうことでね、会社の仕事ですからね、はい、おにぎりを懲らしめてあげなさい。何もしてないからね。懲らしめましょう。いや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 、なぜね。長島くん、私の好きな人に声が似てる、やばい、ウケるとかね。あ、そうなんですか。ええー、あ、ありがとうございます。それ褒めてもらって。あ、じゃあその人の名前つけましょう。なんだそれ。その人の名前、なんなら別に、ね、全然関係ないけど。なんでみたいなね。はい、クジラッキーとアズールパイセンは丸みが似てるんだよなとかね。似てないでしょ。なるほどね。全然似てないでしょ。はい、ね、クジラッキーとかね、おにぎりは、ゴキから何と呼ばれてるんですか。ちょっとまあ、ゴキブリじゃないから。同僚みたいに言うな。ゴキブリを、ゴキから何て呼ばれてるの。ジョージ、ジョージじゃないの。カサカサ、カサカサ、カサカサ呼ばれてるよ。もうジョージじゃないの、ジョージじゃないですね。中島さんの趣味は何ですか。好きな食べ物は何ですか。休みの日は何してますか。すごい、身長何センチですか。さあ、いっぱい来てますよ。趣味、まず趣味、そうっすね、まあ、ドライブとか好きっすよ、僕。ドライブ、あ、なるほど。あ、じゃあ車持ってんすか。車持ってます。お、いいですね、ドライブが好きね。じゃあ好きな食べ物。好きな食べ物、あー、そうだな、逆に嫌いな食べ物ないですよ。あ、ない、何でも食えちゃう。何でも美味しく食えます。あ、じゃあもうそこら辺に落ちてるもんでもガッツリいっちゃう。石ころとか草でも全然いけます。あ、じゃあちょっとね、はい、エンディングで食べてもらいましょう、はい、いいですね。ね、そうしましょう。何でもと、ね、あ、じゃあ次、休みの日は何しますかと。休みの日はもう家族サービスっすよ、家族サービス。ちなみにあのお子さんは3歳です。3歳女の子です。めちゃ可愛いっす。めちゃ可愛い、はい、じゃあちょっと将来はね、俺の嫁候補に。はい、はい、いや、違う、お父さん、お父さん、よし、練習しとこう。お父さんね、やめておきましょう、はい、やめておきましょう。身長何センチですか。それなりですね、これは。そうです、それなりです。はい、中島さんのあだ名、磯の野球やろうぜで、どうでしょうかとかね。サザエさんのね、サザエさんの文章だから。中島は今度からあだ名は富田ねと。どういうことでしょうか。ね、ブーちゃんのアホアホマンで登場が見たいよとか。じゃあ言っときます、言っときます。タウンライトで、はいはい、ごっつええ感じってわかります。はい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 、あれでアホアホマンっていうコントがあったんですけど、はいはいはい、それの登場シーンをまるまるブーちゃんがやったんですよ。へえ、ケツ振りながらベー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 ン。え、それやったんですか。やりました、やりました。へえ、面白そう。めちゃめちゃ面白かったです。だからね、今度言ってきますね。おーい、中島、野球しようぜ。、全然いいけど。はい、中島、もう一度やったんだろうね。
磯野とね、あ、長島君の誕生日はいつですか？2月22日じゃないですよねとかね。惜しいですね、3月28日ですね、はい、そんな惜しくないよ、全然惜しくない、そう近い、あの近い、近い、あのね、横須賀のあの中市がね、222なんですよ、はい、あ、そうなんですか、もうにゃんにゃんにゃんって、もう本当にもう、キコーナのために生まれてきたような男持ってますね、はい、中市ってね、巷ではおにぎりの肛門ってめっちゃ男前って噂だぞ、せやろせやろ、いや絶対嘘でしょ、いや俺の肛門であの月9行けるって言われてますからねどういうこと、月曜9時、うん、無理無理無理、あの西内マリアと俺の肛門みたいなそのツートップらしいですよ、はい、もしジョジョの奇妙な冒険のパッチが出たらうちに行くのになとかね、あ、これよく言われてますね、なんかそういうのありますよ ね、 もしこういうのが出たらとか、ね、この半券がとかね、はい、アズルありますか、ここの半券出たら絶対うち行くみたいな、あー、なんだろう、うん、パッと出てこないですね、全然あったんですけどね、はい、なんだったっけな、あ、じゃあなんかあります逆に、あ、じゃあ、中島さんは悠々白書とかどうですか、悠々白書、いいね、確かにレイガンを撃てみたいなね、まあ、いろいろ大人の事情が絡んで難しいかもわかんないですけどね、確かに、いやでもあの富樫さんがあんま仕事しなければ多分ワンチャンいけるでしょあんま仕事しなくて連載なくなっていけば多分ワンチャンね、話いけば、いや富樫さんマジもう天才っすからねもうマジ最強っすから本当にね、あれでだってもうねあんなにファンいるんすからね、そう、そろそろねすごい大型ゲーム関係出るなと思ったらちょっとね、はい、あの絵が雑になるとかありますね、そうですね、いやもうすごい、はい、ね、テラフォーマーズで出るゴキブリだろ、あ、おにぎりはテラフォーマーズで出るゴキブリだろうと、ね、頭の上に乗ってる頭の上に乗ってるのはゴキブリか北の将軍様かとかです、いやそのどっちみたいなのがないでしょ別に、おにぎりは散々懲らしめられたじゃんとかね、はい、ラーメン屋で食券買うときに煮卵を見ただけでアズールを思い出すようになりましたありがとうございます、いいですね、ありがとうございますかな、いいですね、いつでもだからもう頼もうかなみたいなね、あれこの後に、はい、いつもあれあそこ行くじゃないですか、はい、でその時にあのあー、はいはいはい、はい、食べますね、あの味玉ね、味玉ね、いや、いるなと思いながらね、うずらのね、うずらの味、ね、玉美味しいからね、美味しい、はい、早く入れ、ん、早く入れた上にすぐ終わるアズールだった、あ、お、もう終わっちゃいました、喋ってたら、喋ってたらもうすぐ抜けちゃった、何のこと、いやということでね、また頑張りましょう、頑張りましょう、はい、ということでね、あと5分で30分ですよ、もう早っ、はい、はい、お前の、ん、お前の嫁候補とかぶっ飛ばす、いや、いいじゃないですかその頃には俺もね、すごいもういいおじさんになってますから、いいおじさん、今3歳ってことは成人するまで17年だから、俺大丈夫ですか、45とかですね、厳しいじゃない、まあまあ、いや今年の差なんか関係ないですよ大丈夫大丈夫です、関係あるでしょ、少しは、だいたい、僕今28なんですけど、あ、そこ、ちょうど一緒ですか、あれ昭和63っす、僕の何か、あ、3月、はい、そうです、あ、じゃあためですね、ちょうど僕3月24日なんですよ、マジっすか、いやちょっとこれお父さん、そうっすね、お父さんこれ誕生日まとめてあのやりましょうよ合同誕生日、ね、やりましょうか、やりましょうやりましょう、はい、お父さんって中島さんは女性も何でも食べるんですかとかね、いや、嫁だけですよ、はい、そういうのあの危ない、いい、嫁だけ食べる、はい、風評被害につながる、いや、ほんとね、そう言ってる人ほんと信用できないんだね、もうはい、中島のび太でいいんじゃないですか、嫁静かだもんとかね、まあ確かにね、位置的にはそうっすね、はい、ね、どの口が言ってるんだ、この口ですねこのいい感じの分厚い唇の口、ね、口が言ってますよ、抜けたってね、中島さん、娘が将来アズール先輩みたいな、煮卵っぽい男性を連れてきたらどうしますかとこらこらこら、いや全然いいんじゃないですか、全然いいっすよ、アズールイケメンですからね、うん、誠実だから、アズール先輩しっかりしてますからね、そうそうそう、誠実だから、ね、全然、はい、おにぎりの誕生日はブーブーブーでしょってことね、何月だそれ、ね、はい、流しマイマイの肛門は見たことありますかとか、ね、ありますよ、ほらほら、おいマイマイは肛門なんかありません、マイマイはもう脱粉行為はしませんのではい、中市俺たちはとかね、それはあの横須賀ですね、はい、おにぎりはいつアフリカ人と結婚するんだ、とにかくおめでとう、勝手に話しつけんなって、おにぎりの肛門がいけるって、月9もいよいよ やばいのかとかね、いや救世主ですよ、おにぎりの肛門だとってね、極輪子ってことでつまらもな、はい、でデスノートの、パッチもワンチャンあるってことね、あ、デスノート、はい、いいね、ねえ、車は何ですか、お、熱くない、星4つ、これいいっすよね、え、うん、さあ
ね、車は何ですか、レクサスですか、自転車ですか、だいぶ違うな車どうですかとかね。さあ一撃、はい、来たー、やりました、素晴らしい、オッケー、さあいいんじゃないですか。さあ時短、あれこれ3の場合は、いや多分絶対3じゃないか、2段階右折、ね、あそうかそうか、2段階ね、2段階原付かはい、デスノートワンちゃんだね。そういえば昔いた著白海とかいうで、あ、太っちょの人は元気かなとかね誰ですかそれ、はい、いないことになってるちょっとね、あの別店舗行ってますんでね、はい、中島なの、中島なの、それとも、アドルフ・レイトンなのと、ね、もう一個ある、中村です、中村です、はい中村ですね、はい、アズールね、アズール抜けるの早すぎてね、おにぎりの肛門分入賞チャレンジは貴重な放送の12分の1で発生します。結構やって、結構高確率、ね、結構 やってますね、これね。早すぎてね。同い年で3歳の娘がいるのに、小窓のクソデブときたら先やめえな。いいじゃないかよ。俺は誰にも とらわれない。俺みんなのおにぎりなんだよ。俺はもう。みんなのおにぎりだから。ゴキブリのでしょ。違う。いやいやいや、本当に攻め、攻めるぞ。君の家に仲間連れて平塚にも仲間いっぱいいるから早すぎてね。おにぎりは関根さんと結婚しようってね。長嶋さんはバトラー君の中に入ったことはありますかと。いや、ないっす、入ってみたいっす。いや、じゃ入るとかねえから何言ってんの。結構引っかかる人多い。バトラー君はバトラー君だから入るとか出るとか熱いとかないからやられたな、クソ、やめてくださいね。知らないの、いいことに。本当に、月曜伊勢崎も肛門で1回転も連チャンさせれなかったよ。ネガキャンの流れですけど、いや違いますよ。逆にまた外れてもすぐ入りますよ、ささん、うん、ね、伊勢崎とは違う。伊勢崎お、赤保留、え、赤保留、これ赤っす、ね、あ、本当だ、これ絶対熱いっすよ。お、これ入るんじゃない、これは熱い、ね、え、入っちゃう、はい、中島さんに質問です。隣で、水戸肛門打ってる人は、金の、クジラッキー、モンスターボール、煮卵、どれ に似てますかと。3択、金のクジラッキー、モンスターボール、煮卵。そうっすね、どれもすごい近いんですけどね、はい、まあ、煮卵なんじゃないですかありがとうございます。やっぱ煮卵か、どちらかというとね。そうっすね、どちらかというと煮卵にということでね。はい、おにぎりはご期年齢で28歳で、人間にすると48歳、結構いってるなご期年齢って何犬みたいに言ってるけどさ、まあすごい生命力ですからね。確かにね、本当に1000年生きてやるからね、009は打ち込んだことあるから分かるけど、009保留ないときついよねと。きつい。まあでも赤保留ってね、ってなったらもう、さあ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 、これいってほしいな。はい、参戦、よし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 、ね、いいですよ。はい、皆さんこんばんは、久しぶりのニコ生です。どうもありがとうございます。ありがとうございます、こんばんは、ね、平塚店からバッチリ見ててください。見てください。中島の娘、パパ、隣にいる人が、隣にいる人が彼氏のアズールですね。あ、蝶柄、蝶柄、蝶柄、あ、蝶柄だ、いきました、いきました、やりましたね、これももらいましたね。はい、パパ、隣にいる人が彼氏のアズールですって言って、セブンの、煮卵を紹介されたらどうしますかほらこうやってね、いい加減にしなさい、手のひらでね、いい加減にしなさい、オンザでね、ちょっと面白いけどね、ちょっと面白いですねセブンなんかい言ってねそこそこでそこなのそう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 ね、ほんと娘をよろしく頼むよっつってさあこれで入りましたね。さあ連ちゃんです。いやー、これ面白いっすよ。さあ目標何連ですか。すごいな、醍醐味だ。目標まず22連。22連、なるほど、いいですね。あれ、ちなみにこれ継続率何パーでしたっけ。 90? ピッタ90ぐらいじゃないですか。ピッタ90ですか。90ちょいぐらいです、ね、はい、頑張ってくださいね、はいはい。おにぎり叫ぶなよってね、あだ名の、北の将軍のくせにってことで、くせにってないはい、だから、小窓を覗き込むなよ、寝つきが、悪いんで、なんでそれ、おにぎりの仲間イコールゴキブリってね。おにぎり、お前の仲間は、ジョージだろとね、ジョー保留ってね、009保留の期待度は 70%。 あ、それでもそんなもんなんだね。熱いし、70あれば、はい、もう十分すごいでしょ。
ねえ、私は入ったことありますよ、へへへ、バイヤーズ検討ね。はい、009ラッシュ入ったら久しぶりにロシアンしようぜ。あー、ロシアンね。なるほどなるほど。いやでも味られるでしょ。だからしばらく、あと15分は継続させてください。あ、わかりました。もう簡単っす。そうそう、それをまた採用ぐらいですね。行きましょう行きましょう。はい、長島さん、関西にはどれぐらいいましたかと。実質1年7ヶ月と4日、1年7ヶ月4日4日、はい、細かっ細かい、ね、よく覚えてましたね。はい、そうっす。はい、どうっすか。まあ、ね、うん、あ、当たっちゃった。あ、これ当たりましたね。当たりました。簡単です。はい、簡単です。簡単ですね。はい、おにぎりさん、赤羽の管理人ですが、ちょっと待って、赤羽の管理人って何あ、何、区長とかじゃないの？赤羽の管理人がいるんだ。まあいいや。赤羽の管理人ですが、ゴキブリが300匹、ゴキブリ300匹の皆さんがおにぎりさんの応援をしております。ありがとうございます、ゼロ4つさんないけどね。嬉しくないでしょ。嬉しくないけどね。ゼロ4つさんない。カサ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 ってますから、はい、中村おにぎり主演脚本、警視庁友情出演、2017年の話題作、君の家はという、声がありますか。知らないよ。君の家はって何。赤羽だよ、赤羽。ちょっと面白そうね。おにぎりはこう、煮卵の皆さんこんばんはってことね。煮卵の皆さん、はい、こんばんは。もうなんかパーラー煮卵みたいになってますねね、おめえってね、おい中島ってね、009ってか、核変継続率何パーとかね、一応90とかね、90スルーしてこそ、気候な放送を一人前だよと。まずいよ。確かにな、そっちの方が面白いのかもしれないですね。いや、まあ確かにね。ただでもこの、あれですよ、009のしかもライトミドルの突破は配信の素材としてもまあまあ貴重ですよ。そうっすよこんなサクッと入れるの僕ないですよ、ね。さあ、かだよね。90ってね、長島さん引き強いね。前は、コブとかいう、引きの弱いやつしかいなかったからブーちゃん喜ぶんじゃないとかね。確かにね。そうですよ、僕持ってるんで。ありがとうございますね。チキンタツタ、食ったことありますかとかね。あ、マックありますよ。あれ美味しいですか。僕まだ食ってないんですよ。え、そうなんですか。あれだって、ん、あれなんか2種類ありましたっけ。一時なんか、はい、結構前にずっとマックのメニューであって、はい、一回なくなって、そうですね、なくなってまた来たんですよね。はいはい、復活みたいな。あ、本当ですか、マック。あ、本当ですか。はい、あれアズールは。マクドナルド。あれ協賛してたっけ？あれマック協賛でしたっけ、この番組。知らなかった知らなかった。違う。まさか CM 入ると思わなかった。はいね、でも最近僕ね、朝マックよく食べますね。朝マック俺好き。そう、朝マック、めっちゃいい。ハッシュポテト。いや、単品で攻めます。そうなんだ。単品で、マフィン、マフィン、チキンクリスプ的なやつ、はい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 、チキンクリスプ的なやつと普通のハンバーガーじゃないな、あれなんて言ったらいいんですか。あ、でもマフィンか。マフィンっす。マフィンと、チキンナゲット。はいはいはい、もうこのご時世でもガンガン食ってやるからね。朝って何時から何時までなんですかね。店舗によるんですかね。店舗24時間のトットコも一応ありますよね。確かね、9時10時ぐらいに切り替えんじゃないですか。そうですね、朝多分5時から5時10時とかじゃないですか。そうそうそう、ぐらいです。早番です。早番早番早番です。早番です。へえ、はい、24朝マックのところとかあるんですか。24朝マックとか あるんじゃないですか。ありますよね。え、24時間全部朝マックってこと、はい、あ、いや、違う朝マックも頼めるみたいな。あ、そう、だからそこでメニューが朝パタって 5時で変わるんですよ。そうそうそう、はあはあ、はい、で、そっからは朝マックみたいな。マクドナルド、やっぱ協賛してるな、これなんだ、何この番組はマクドナルドの提供で OK 違うでしょ。キコーナさんでしょこれアンダーツリーの提供じゃないのこれ、はい、ゲーセンのパチでこの前50連した、あ、009ですか。パチの、あ、いや、消されたルパンでっつって。おすごい。すごいね、ゲーセンだよね。あーってね、小窓の人は、暗殺されてない方の人、されてない方ってなんだされた方とされてない方みたいなっていうか、さっき中島さんが当たったのが赤保留じゃなくて009保留だよと。なるほど。そうなんだね。はい、もしも泉の神様にあなたが落としたのは、あ、泉のね、はいはい、神様に、あなたが落としたのはこの金の卵ですか、
こっちの、びしょ濡れの アズールですかって聞かれたら中島さんはどっちを取りますか、いやいや、正直に、見捨てますかと。いや、それはびしょ濡れのアズールさん、ね、取りますわ、ね、何そのびしょ濡れのアズール、びしょ濡れのアズール、金の卵とびしょ濡れのね、玉落ちたんだみたいなね。でもアズールでいいじゃん。アズール、びしょ濡れのね。それはもうびしょ濡れはもう当たり前なんだから、もうだって卵でもないっていうね。あの話、卵が2つあるから成立すると思ったんですけど、アズールって人みたいな。ね、アズール、あ、間違えた、煮卵さんはガンツと肛門だったらどっち打ちますかと。あ、自分けどやっぱ水戸黄門っすかね。水戸黄門の方が、はい、ちなみに水戸黄門何台導入してあるんでしたっけ。うちは3台です。3台、はい、水戸黄門3だけに3つってことね。そうです、まあ、多分違うと思いますけど。イエスイエスイエス。あ、そうそうですね。そうですよ、はい、ありがとうございますね。かけてるんですよ。ちなみに、はい、ちなみに009は2台とね、置いてあります、はい、ね、だから太るんだよ、関係ないべね。朝マック好きとかね、いいですよね。はい、市場に、補填のラーメン煮卵を内容量 80g が登録されました。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、皆さんのおかげでやってますんでね。朝マックとか食べてるからおにぎりさん、お前んおにぎりお前、お前、あ、お前の髪は、北の将軍様なんだろうとね。ヘッドがね、はい、朝マックはソーセージエッグマフィンじゃないの。そう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 。でも結構種類ありますよね。そうですね。なんか卵入ってる入ってないみたいな、ね、6時から10時半のはず。あ、そうなんですね。おい、市場に煮卵が登録されたぞ、ありがとうございます、ね、はい、そういえば一昨年、ゴラムが009のラッシュ入れたのにスルーしたよね。おにぎりってことでありましたね。そんなことあったんですか。ねえ、まあ、ゴラムクオリティですから。さすが。どこが濡れてるのとかね、髪の毛ですよ、ね。はい、アズール1日1膳じゃダメよってね、引きを返しなさいと。なんだって。もっと、1日1膳じゃ ダメよってね、もっといいことしろってじゃないですか。なるほどね。はい、泉の女神中島さん、あなたは正直者ですね。びしょ濡れのアズールの代わりにローソンの煮卵を差し上げましょう。ありがとうございます。今度はローソン。っていうかさ、はい、煮卵って売ってないでしょ、コンビニ。煮卵、いや、なんか真空みたいなの売ってますよ。売ってる売ってる売ってるわ。本当に、だから最近ね、アズールがね、いろいろ布教したおかげでね、広がってますよ、徐々に全国に。全国に、全国に煮卵はね、私のおかげで、ね、そう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 。もう最近はあれらしいですよ、カロリーメイトじゃなくてもサクッと煮卵みたいなあれが主流みたいですよ。なるほどね。そう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 、サクッと栄養補給的なね。そう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 、サクッと煮卵、ワンハンズで食えるっていう。絶対ないでしょ。塩もね、味ついてるから塩も振らなくていいってことで。あ、なるほどね。もう一部の、本当一部の一部のあるね、特殊な民族にの人はね、そうしてるらしい。さあ、お、先発いいですね。おはざーす、いただきます、ね、順調順調、いただきますって。何をいただく。はい、どこかのやつね、やったってね。はい、なんで、関東機構はオリン導入してないんですかってもね。あ、やっぱり、なんですかね。でも多分少ないって、関西そんないっぱい入ってるんですか。逆に関東は別のお店とか見てもそんなに、そうっすね、入ってないですね。ギリ入って1台、珍しいですよね。そうですよね、あるかなっていう感じですよね。ジョン・ヘアの MC こんばんは、ヘオこんばんは。君もやってみないか、ね、ジョン・ヘア。はい、さあ一緒に万世とね。ジョン・ヘア面白い。ジョン・ヘアって、ね、面白い、この夏はみたいなね、ジョン・ヘアで。はい、昔アメリカのスーパーサイズミーって映画で、毎日マック食ってたらおにぎりみたいになっちゃう映画があった。 ありましたね。なんかそのね、撮ってる人が毎日マック食うんですよ。ほうほうほう。それ最後どうなるんですか。最後なんか痩せるんですか。いや多分や、痩せないです、痩せないです。痩せないんだ。なんか でっかくなっちゃったみたいな。何が面白いんですか。いや本当それ、ひたすらだから毎日マック食って、だからどういう影響があるかみたいな。それ映画にしなくてもいい。YouTube は感覚です。はい、肛門早く当てろよ、おにぎりが肛門 見せるぞってことね。また肛門チャンスですかね。いやいやいや、やめてやめて。はい、いやけどさっき当てたからね。まあそうですね、一応ね、一応両方ハザードリゲットってことですね。はい、アズール髪の毛伸ばすんですかってことね。
いや伸ばさないですよ、たまたま伸びちゃっただけで、たまたま伸びちゃったんです、ね、そうそうそう大丈夫です、そうそうそう、はい、このモンドね、朝マックはメインが13種類と、サイドが6種類だって、そんなにあるんだ、結構ありますよね、朝マックのソーセージマフィンにハッシュポテト挟んで食べるんですけど、あ、そのやり方か、うまそうっすねそれ、おいおい、なんだ天才じゃん確かに、いや俺ハッシュポテトがね、なんかどうもね、いい、一番いい食い方じゃないなって思ってたんですよそれだ、今度やろう、うん、それだけど美味しいっすね、はい、まれに言いますよね、食べ方の天才、食べ方の天才、この組み合わせとこの組み合わせ、ね、それあったんかみたいなね、そう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 、本当にたまにいるんだよな、たまにいますね、うん、はい、アズールこっち向いてほいってもね、ほいほい、あ、もう、もう待って待って、あ、そうそうそうはいってことね、はい、佐賀にも、気候な作れとかね、うん、どこ、佐賀、佐賀、佐賀か、うん、九州ですよね、九州、そうですね、九州はまだ、ね、まあ、そのうちですね、そうですね、まあ、どんどん今広がってますからね、そうそうそうね、あなたの街にキコーナさんね、できるかもしれませんから、もあなたの街にアズールね、親近みたいに言うあなたの街のアズールね、はい、さがてね、皆さんこんばんはーと、ね、こんばんは、モスバーガーのものですが、今度、煮卵バーガーを考えておりましてぜひに、煮卵パイセンにご協力いただきたいのですがと、いやもう全身全霊でね、はい、アズール監修みたいなね煮卵監修みたいなアズールバーガー、ぜひね皆さんお買い、はい、お買い求めください、お買い求めください、ねえ、誰もそんな部屋しねえよ、いやいやいや、これ今巷でね巷で流行らしてやっからもう、ね、それなんて言ってやったんですか、ちなみに、リアルに言うとですね、強めでっていう2ブロックパーマ強めでっつって強めで言ったじゃん、高校デビューの人じゃん、高校デビューって本当、いやでも高校デビューでもここまでの失敗しないでしょ、確かに、ね、デビューし、あのし損ねますよなんだあいつみたいな、さあ当たりーだろうね、さあ今何連ですか、今が5連っす、5連ってことね、まだまだ一撃、はい、ちなみにいくね、天使の羽って何ですか、いつ見れるんですかってこと、ああ、確かに残り15分ぐらいなんだねそうっすね、はい、落とした人にする、55分ぐらいにします、はい、えですよ、え、いや別にあの何にもしないのに罰ゲーム受けるって意味わかんないからねあのしょうがない、だってもうそれがなんか平塚のなんかね、いやいやいや本当におかしいからせめて落としたらとかにしましょうよ、ね、え、落としたら、落としたら、落としたらって何、いやこの、あ、これ、そう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 、あ、なるほどね、テンション上げてね、ね、キコーナとしては、アマオリン、20店舗だってとかね、あ、入ってるところはね、へえ、はい、ソーセージマフィンにハッシュポテト挟むだと、明日やります、やってください、やりましょうね、うん、はい、アズールって生まれたての赤ちゃんみたい、ありがとうございます、ね、どういうことでしょうか、はい、ツルツルだからね、ね、ツルツルだから、はい、おにぎりワイプに、インゲが映ってるけどバンにならないんですか、これ髪の毛ですんでねインゲではございません、頭部にインゲは生えませんのでご注意ください、ね、アズール長崎来店実践はまだですかと長崎行く、いいんですか、ね、私でいいんですか、本当に煮卵来店行きたいな、ね、逆に行きたいな、逆にね、遊びに行ったらいいじゃないですか、ちなみにソーセージエッグマフィンにハッシュポテトを挟むと最高の贅沢になるよ、いいですね最高の、なかなかね贅沢っていろいろありますけども、身近な贅沢いいじゃないですか、いいね、そういうの、ね、はい、こんばんは、セブンイレブンの店員ですが、煮卵おむすびアズールの、新商品の企画を考えてまして、どうかお買い求めください。あ、売ってますね。絶対モスバーガーの売ってる、売ってる。同一人物ですよね。売ってる、売ってる。煮卵半分にしてあって、あの飯にバーンってついてるおにぎりあるあるある。あれ美味しい、あれ美味しい。確かにね、美味しいけども。ねえ、009のの焼き物ぶっ壊れてんじゃんとかね。本当ですか？ね、ちゃんとこうキュッキュッてなってましたよ、キュッキュッて、はい、失敗は成功のもとなおにぎり、そう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 、結果ね、これでもうコメントがね、山のようにっていうね、はい、失敗でね、アズールも中島くんも当てたからおにぎり天使の羽確定やんとかね、そうそうそう、待て待て、そうだよ、待て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 、話し合おうぜ話し合おうぜね、罰じゃなくて視聴者へのパフォーマンスとしてやれば問題ないよ、問題ないって、いや、いいこと言うな、何が何が問題だらけですよ、だらけだらけ全然、だってもう毎回痛いんですからね、
そのうちだってあのいやええやんじゃないって何その関西関西風のノリええやったらええやんヨータのせいで放送時間が短くなったんだから罰ゲームなんだよね俺じゃないからね、ねはい、おい Mac の、スマホアプリでソーセージエッグマフィンセットが450円のところ350円で食えるじゃないか明日行くで、あいいですね明日みんな朝ね、うん、行きましょうでそのね、なんだっけ箸ポテトを挟んで、ね、バリザクみたいなね、うんはいおにぎりさんが今やっている、大阪のおばちゃんヘアは流行りますかってことねいやこれもう大阪ではずっと流行ってますよこれ、四半世紀ぐらい流行ってますからこれ、ねアズールを、朝食べて出勤するといつもの2倍の力が出るそうですすごいな、ね、センズ、いいことですね、センズみたいセンズそんな力あったんです ね, ねあるよあるよ朝から食べるとねやっぱ元気になれますからねやっぱ朝卵ね、うんうん、これあの普通のじゃ普通のあれですよね、あのゆで卵だとそうですね、あんまりですよねあんまりあくまで煮卵というよねうで皆さん前の日にね、もうあの漬けておきましょう漬けときましょうね、うん、あの出汁に、ね、そうですねそしたらもう朝美味しくなるんでね、はい、今度セブンイレブンのおでんで、卵アズールで、出しますとかね卵アズールって何卵アズールそれとなんかあのね、あの同じ意味になっちゃうから卵卵になっちゃうからねいや同じ意味にはならないけども卵卵になっちゃうからねはい間違いないようにはい登別温泉の、東です、うちの温泉卵もアズールエッグで売り出してもいいですかみたいないいっすよすごいねチョコエッグみたいになってるんだよアズールエッグアズールエッグいいな名前いいねそうそうあのフリーでフリーで使ってくださいいいっすねアズールエッグはい、アズールおにぎり部屋になれって言われたらといやそしたらもう毛根がいかれちゃうんだよねやっぱり立ち直れない次のね、うん、次大変なとなっちゃうからねいやもうね遊べない髪型でも遊べない毛先で遊べないですね本当にいやでもね俺もねここまできつく当たったんでちょっと心配なんですよいやこれほんとそうっすよねどうだみたいな次の若手大丈夫かみたいな絶対後悔するねえ来るよ絶対だからねちょっと少なからず影響してるでしょうねそうですよねで今回結構強めに長時間あってたんであのパーマ液あれがね頭皮にねすげえ途中からあの痛かったんですよねはい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 痛いと思ってだからこれかと思ってやばいなやばいですかねやっちゃってるなはい終わりそうってね大丈夫ですよソーセージエッグマフィンハッシュドポテトオフ会はいつ開催ですか朝だね朝6時からだっけ、はい、朝5時6時ぐらいですね5時6時ぐらいはい、はい、終わりそうってねソーセージあこれなんだね明日から全国のスーパーから、卵が消えるだろうすべてアズールになるだろうすごいいよいよ話変わってきたの、うんね、めちゃめちゃねはいアズールエッグ、中国で商標登録されましたおっ取るなよ取るなよ中国なの中国なの中国でだから多分あのこれ流行るなっていうのでもあの我先にもなるほどねやってんじゃないですかはいおにぎりはおにぎりの頭はハエが、乗っているのかと思うね違うよおにぎり今度金髪にしてくださいいや金髪はちょっとやるならもうちょっとねあのスパン開けたいよねやっぱ頭皮が頭皮がねもう頭皮が弱ってっからヒヒハ入ってますよねさあ残り10分なんではい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 どうしましょうか あと5分続いたら、はい、天使の羽やりましょうはい5分続いたらね、うんそろそろロシアンそうそうなんか視聴者があのロシアンルーレット見たいとあの当てちゃダメってやついや違います終わらしちゃダメね終わらしちゃダメ絶対終わんないですよいやいやいや意外とありますよ本当っすか、うん、これ終わんないと思うけどなねえなんか臭いと思ったらおにぎりくんいるじゃんおいいつもいるよいつも臭いよいつも臭いよ、ね、いつちょっと待っていい逆にアズール、うん、俺とアズールのね付き合いだったら言って言ってそれはもう切ないわもう気使われて臭いと思ってるのに言わないのはあ確かにぜひ言ってアズールも本当に俺悲しくないそれが悲しい、うん、本当に、おにぎりに頭皮が痛いとかやばいよってねひどいと、ま、マジでハゲるいやあの そのパーマ当ててる最中ですねパーマ液で いたと思っておにぎりの頭の中にスズメが住んでるいやこれ巣じゃねえから
酢じゃねえからね。はい、おにぎりが天使の羽受けるんだろうってね、22連で天使の羽にしようと。ああ今9連ですからね。はい、22連でなったらもう全然、いやほんと楽しいわ。あと30分とかになっちゃう。いくねえ。はい、82連とかね、まあ、残り時間あとね9分ぐらいなんで、はいはい、5分ぐらいで様子見してね行きましょう。いやでもやっぱいいですねこの継続率があると。いやすごいっすよやっぱ爽快感ありますわ、はい、もうだって今あ6000発そうっすよ。いいですね、楽しい、サクサクいくし、ね、やっぱこの後継続はね魅力。そうここの島ね、なんだかんだ結構後継続の台いっぱい置いてあるんですよね。そうなんですよ、はい、タイガーマスク009、宇宙戦艦ヤマトオンリーワンとかね。そういろんなのあるから多分ね、いろんなお客様のねこのニーズに合ってくると思うんですよ。合ってくる、なるほど、うん、でここに来ればもうそ もう自分の打ちたい台があなたの台が見つかるかもしれないっていう。ぜひ、あちなみに明日あの中島さんいますか。いますよ。あ、いる。朝から、はい、夜から。いや朝にしましょう。はい、朝で行きましょう。夜あの朝はあの朝マック食べなきゃいけない。そうかそうか、すいません。そういう業務だね。ねえ、頭がん頭がイン、あ頭がインのモーで、臭い臭いとかないわーと。おい、違う違う違う。そんなことないから、陰の毛じゃないし、陰の毛で臭かったらもう終わりですよ。それはもう俺なんか全体しねえ、もうただの下半身だよ。ただ歩く下半身みたいなね。ただの下半身本当に、あれ上半身はみたいな、ちょっと旅行にみたいな、ちょっと喧嘩しちゃってみたいなね。歩く下半身おにぎりとね、ロシアンやって終わらせた人が天使の羽っていうのはどうですかと。あ、いいっすよ。あ、いいんすか。うん、どういうこと。だからあのロシアンルーレットやって、はいはいはい、外した人が、あ、違う、あの、終わらした人、終わらした人が天使の羽みたいな。それけどさ、うん、絶対終わらないでしょ、まあ、時間的にね多分終わんない。あ、じゃあそれまでに終わんなかったら、あ、でもな、残り時間的に微妙ですね。だから残り、ね、じゃあ何分までに誰も終わらなかったら、落とさなかったら俺。ああ、いいですよ。落としたら落とした人。そうですね。オッケー、そうしましょう。はい、じゃあとりあえず中島さん打って、じゃあ次アズール、はいはい、で行きましょうか。何時までにします。1時ジャストにします。1時ジャストぐらいにしときますか。そうですね。はい、あと7分、あと7分、はい、この継続率やばいねってね。ババコンガ池田は関東には来ないのかなと。ババコンガ池田すごいですね。パンチが強い、濁点が多いね。うん、ババコンガってね。モンハンですよね。ね、モンハン懐かしいですね。懐かしいですね、ババコンガ。はい、おにぎりがいい思いをした記憶のある台はどれですか。ああ、それでさっき話したと、宇宙戦艦ヤマトオンリーワンは一撃2万、あ、でもそんなにいかなかったか。455連が最高ですね。おお、ただでもね、ちょっと振り分けがあんまりでね、1万8000発ぐらいだったんですよ。アズールありますか、いい思いした台。オーメン。オーメン。マジで。何発何発。はいはい、4万8000ぐらい、ね、やば、はい、4万8000発オーメン。そう、1万使わず。はい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 、あ、それいいですね、はい、いい思いしましたよ、はい、中島さんは。僕、その兵庫行った時の初打ちが、はい、ガロの金色で8万発っす、はい、やばいっすよね。やば、うん、ガロ8万発、8万発、40ちょい連かな。やば、77%が、やばいっす、ね、え、いや、それいいな、ちょっとなんか覆ってくださいよ。そうっすね。1年以上前ですよ。なんか覆ってください。もうないっすよ。もうないっすか。ね、もういいじゃないってね、間を取っておにぎりが天使の腹で、いや、ずっと俺じゃん、それ。ね、じゃあ、頭が9かってね、おにぎり、今日の罰ゲーム決定と、歩く下半身って、下半身は大体歩いてるぞと。確かに。ね、あれ終わりそう。終わりそうっすね。あれ落とせ落とせ。あれれれれ、まさかの009、終わったな、終わりそう。 G メンとかでオーメンですよ、マジか、はい、オーメンで4万発とか、君はダミアンじゃないダミアンなんじゃないか。ダミアンかもしれない、ね、え、うん、はい、あるからですね。さあどうでしょうか。いやでもここまで来たらさすがに危ないでしょ、もうね。え、いや、いけますよ。いける、いける。デスボール、
あーデスボールやばい、あれはやばいですよ。009が抜けたらおにぎり罰ゲーム、話変わりすぎだろそれ。何当たってないよね、大丈夫だね、あーびっくりした。え、何本当に惜しい。いや、あと何回転ですか。6回転です。6回転ね、関東版、関東版名刺代わりに天使の羽かなと。最近競馬始めたけど全然当たらないからやめようと思うんですけど、競馬場で食えるうまい飯がうますぎ、あ、食える飯がうますぎてやめられません。わかる。競馬場だってしかもね、うん、娘とか連れて行けますよね。結構ね、あの遊べる 場所みたいなのもねあるらしいですよね。うん、いや、わかる。でもね、競艇場とかね、競馬場とか飯うまいんだもん、ね。うん、雑なもつ、いや、本当にあのちょっと高級っすよね、なんかそんな感じする。あ、本当ですか。いや、全然あれですよ、あの、まあレストランとかあれば別ですけど、うん、なんかあの屋台みたいなあれだと、やっぱりそんな感じなんだ。そう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 、もつ煮とかなんか串揚げとかね、はいはいはい、もう体に悪そうだけどうまそうなね。なるほどね。今回いっぱいだ。終了。あれあれ。終わっちゃいましたね。ね、私の羽だこれ。はい。え、もうここからカウントしてたんだ。いや超笑ってるし、超笑ってるけどなんか超笑ってるけど。ね、たまにはおにぎり以外の人の天使の羽が見たいってね。009が抜けたらおにぎり罰ゲーム。待て待て、他の人の外れを喜ぶとかおにぎり心が狭いの当たり前じゃん。いや、本当にこんなね、毎回逆に毎回罰ゲームやってたらね、それは心も狭くなるっちゅうにね、いかに受けね、ちょっとアズールチャンスじゃないですかね。そうなの。いや、ちょっと今ね、あの赤かったんで、はい、これね、あの何でも外れるし何でも当たるんですよ。はい、そういう台なんで。な、ね、はい、そろそろアズールの裸じゃなくて、殻が剥けた姿見たいなと。いやいやいや、殻剥けてますよ、もう剥けてないわ、ね、本当に。いや、違う何の話してんの。よく分かってない、ね、はい。でも国家認定の賭博場はもっと、ひりついてるべきな気もするな。そうですか。いや別に楽しい。いやでも最近結構あれですよ、もうなんかあのカップルに向けてとかね、うん、なんか いろんなやっぱその、ね、年齢層を入れようって言って ね、 幅広くね。そう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 、まああんま近くないですけど、あの大井競馬とかはなんかあのナイター見ながら、あのレストランであの飯食いながら見るみたいな。最高っすね。当たりー。当たるんです。さあ、ただでもこれだとね、単発の可能性があるんですが、さあどうでしょうかね。でもこっ、あ、これだね。あなた22連するとか言ってたのに情けないですわ。やべ、怒られた。倍倍静かと。お、あ、当たりーと。イエーイ。はい、それに比べると、競輪は、家族獲得に、遅れる印象と。あ、どうでしょうかね。家族家族というかね、いろいろありますから。さあ、ということでね、ちょうど今1時に なっちゃいましたね。なっちゃいましたね、うん。じゃあこれで終わりにしますか。はい、じゃあそのあたり見てね、終了にしましょうか。そうですね。はい、肛門でロシアンとかね、ごめんなさいね、ちょっと時間的にね、まあ5分ぐらいならですけど、まあまあまあ70回転どんくらいですかね。結構かかりますよね、多分ね。まあ結構長くかかりますね。ですよね。やめときますか。やめときますかとかね。アズール最後に当たったからおにぎり罰ゲーム、やっぱ俺かい。そうだな。やっぱ俺かい。そうしよう、そうしよう。はい、ということで、アズール頭かぶってるよとかね。あった。はい、頭がね。いや、頭が画面にかぶってるよ。あ、そういうこと。考えすぎや、うん、考えすぎね。一連は させようよってね。あ、じゃあ次の当たりまで。あ、じゃあやりますか、うん、じゃあそこだけ 見ましょう、はい、そうですね。はい、競馬とかまだいいけど、競艇は本当におっさんだよな。モンキー人気なんてで、なかったんや。あ、本当ですか。モンキーターン、モンキーターン、あ、ね、僕モンキーターン大好きすぎて。ああ、いいですね。もう競艇めちゃ行きました。あ、本当ですか。僕もモンキーターン、あの漫画全巻持ってるんですけど、あれ面白いっすよね。あれ面白いっすよね。本当に本当に、ね、自分はい、なんか滑ったりしたらとりあえずモンキーターン、いや、なんか場面切り替えみたいな。そう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 、場面切り替えみたいな使ってるやつね。使い方でした。あ、危ないと思ったのね。そうそう、モンキーターン、あー変わったんだみたいな。この空気やばいと思った。モンキーターン、ね、はい、じゃあ次ね、あの競艇場行こうみたいなね。うまい。旗の家に行こうとかね。、うん、はい、一回させようとね。おにぎりの肛門で、ロシアンするって危ないから。
壊れちゃうからね。ねえ、緑の、あ、8の緑の意味を教えてよとかね。何なんですかね。あれじゃないですかね。はい。八兵衛おかわりチャンス。関係ないのかな。それだ、それだ。おかわりチャンス、おかわりチャンス。そうだ、思い出した。そう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 。八兵衛おかわりチャンスって言う。演出サプライズ大当たりですね。実はみたいな。あ、当たりー。当たってた。さらっと。サクッと。何で当たるのね。サクサク。アリサやろ。アリサいいですね。青島派ですか、スミちゃん派ですか。いやー、難しいですね。これどうですか、長島さんは。僕はスミちゃん派っす。いやー、なんだかんだね。うん。てか、だってもう、最後の方ね、あの恋愛模様がね、ぐっちゃぐちゃになってますからね。そうっすよ。なんでそんなことしたのっていうね、ぐらいの。あれは肌のが悪い。ねえ。完全に。はい、と、はい、いうことでね、じゃあエンディング。はーい。いや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 、当たり見れましたね。見れましたね。あ、アリサやろうってね。まあ、確かにね。脱いでもらっていいですか。はい。もう何も言わずに。はい。じゃあ分かりました。じゃあ告知ね。みんな待ってるんでね。はい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 。さあさあさあ、じゃあちょっと待ってくださいね。この辺からかな。はい、ということで、え、告知大丈夫ですか。告知、あー、入れましょうか。うん、そうっすね。あ、じゃあ、その着替えてる間に、はい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 、入れちゃいますね。いやー、はい、では3月6日ですね。はい、はい、3月6日、月曜日、寝台入れ替え予定となってまーす。はい、対象機種がですね、北斗無双と、あと、まあ、モンキーターンが導入されまして、その他にも、まあ、ドローンボーとか、まあ、ちょっと懐かしい台とかね、入るんですけども、仮面ライダーフルスロットル、鉄拳2、暴れん坊将軍、まあ、仮面ライダーいいっすね。そうですね、うん、ブンブン。結構好きな人好きですからね。僕好きっす。あ、どうっすか。はい、おうんうんっすね。面白いっすよね。面白いっす、疾走感がやばい。うん、何といってもやっぱね、モンキーターンですかね、今回ですね。うん、一番面白そうなのは。いや、モンキーターンどうかな。ちょっとあれだなって人、まず原作やっぱちょっと見てもらいたい。ちょっとそしたらね、多分打たざるを得ないと思うんですよね。後ろやばいのがいる。やばいのがいるよ、これ。やばいやばいやばい。盛り上がってまいりました。やばい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 。大丈夫ですか。僕と同い年っすよ、どうすか。はい、いや、とりあえず見てほしいのが、あの体ね。体がひどいんだよ、とにかく。よろしくお願いします。すごいな。よろしくお願いします。もうその隠し方がまたイラッとするんだよな。すいません、ちょっと一応。はい、じゃあ、もう彼女さんにやったことないと思うんだけど。汚ねー、こっち見とるぜ。やったことないと思うんですけど、一緒に天使の羽やりましょう。いやー、どうやんすか。簡単に言うと、ただのビンタス。なるほどなるほど。バチコーンやるだけです。あ、背中に行っちゃうんすか。そうっす。あ、だから天使の羽なんだ。そう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 。なるほどなるほど。で、歌いながらやるんですけど、はい、ラララランドセルはてててて天使の羽で行く感じです。なるほど。あれ、映ってます。ちゃんとバリバリ映ってますよ。そこの画面、カメラ位置、それ大丈夫ですか。それちゃんと、ちゃんと汚いのが、汚いのってなんだ。うん、ちゃんと映ってます。汚いのが結構綺麗ですね、背中。うん、いや、いや、近くで見るとそうでもないです。背投げが生えてるんですよ、背投げが。背投げ生えてるし、処理しようないでしょ。頭にあれ生えてるし。いや、違う、これ普通だわ。あ、はい、じゃあ早く、はい、もう早くやろう。早くやりますか。あー、ただいきますよ。じゃあ、こっちいいですか。あ、僕も両方バチコーンいくんですか。そうそう、左手で、自分右手で。オッケーっす。いきますよ。では、いきまーす。ラララランドセルはてててて天使の羽。あー、いやー、楽しいな。いや、楽しいな。え、これ誰考えたんすか。あー、すごい考えたの。あー、この天使の羽、うまいな。中しおにぎりの見た感想って聞きますね。いや、いい羽生えた。いい羽生えたな。いいっすね、いい羽生えてますわ。え、なに、映らなかったって来てますよ。嘘でしょ。映ってなかったのかな。やったや、いった。
入ってるでしょ。カメラが拒否したんだなって。そうそうそう、きっとそうっすね。いった。どれどれ、赤くなってるかな。赤くなってます。ちょっと待って、めっちゃ綺麗になってる今回。すごい綺麗。あ、そう。いってますね。はいはいはい、クオリティ高い。これね、これ結構いってますね。これ綺麗についてるよ。なるほど。みんな見えるかな。あ、じゃあしっかりついたら今回は成功ってでも言うと思ったよこの野郎。はい、終了。ということでね。はい、皆さんいかがでしたか。もうね、今日も楽しかったな。ね、本当に平塚つきにならないことを願う俺は。よし、はい、ということでね、まあ、本日ね、両方ともね、見事大当たりを見れたということでね、はい、はい、よかったんじゃないでしょうかということでね、はい、あ、結局あれですね、なんかあの名前が、あれ何でしたっけ。あ、カメラ切れてるね、すいません、すいません。あ、そういうこと。あ、そういうことなんだ。そういうことね。そう。え、じゃあさっきのも見てなかったでしょ。放送事故だぞってね、やられんぞってね、おいおいってね、テイクワン取られずとかね、あ、まあそういうことね、真っ暗真っ暗ってね、あ、もう一回ってたんすか。嘘でしょ。じゃあもう一回。ちょっと待ってよ。じゃあもう一回だなこれ。本当に映ってなかったんだ。ちょっとまあ。もう一回言っとく。僕らのせいじゃないですよね。もう一回言っとく。いや、もう一回映ってなかったって。映ってなかったって。しょうがないね、もうこれは。もう一回だ。もう一回行こう。マジで映ってなかったこれ2回目痛いぞ。いやー、もう頼むよもう。じゃあ今度僕右でいきますわ。はい、うん、じゃあ自分左でいきますね。うん、うん、ちゃんと映ってますね。ちゃんと映ってます。はい、パソコンの方、パソちょっともう。サコジョ行く。なんだよもう。仕事終わりのついでに叩きに来るなよ。安くねえぞもう。よし、はい、じゃあ自分言いますね。ララララランドセルはてててて天使の羽。ああタイミング。あああああ2回目。羽が4枚ゴキブリだ。確かに。おい、確かに。いや2回は痛いなこれ。いやいやきついっすね。もうくっきり言ってるじゃないですか。ちょっともう一回見してもらっていいですか。もうちょい、もうちょい後ろ。あれ、ちょっとこう、光の影なら、ちょっと線の、線伸ばしてもらっていいですか。線、あ、あ、あ、見えた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 、いい、見えた、見えた、見えます。なんか呪われてるみたいな感じ。なんだ、どういう状況だもん。ちょっとリングみたいになっちゃってるのこれ。あ、そう、いったよもう。くっきり言ってる、さっきより素晴らしい。マジで。はい、もう撮れたでしょ。もう、もう映ってるでしょ。バッチリ。はい、エンディング、エンディング。たぶんもう。はい、汚ねえなって感想はおかしいだろう。はい、ということでね、皆さん本当にもう2回目とかもありえねえからもう。ということでね、映ってねえぞ、映ってねえぞって言うな。ねえ、綺麗な羽でね。もう一回、もう一回。なんで MC が裸なんですかって。俺が着たいよ。俺が着たい。赤汚ねえってね、おにぎりのシャシャメ取って あげてね、あげないよ。痛いし、まあ、はい、ということでね、大丈夫かな。はい、はい、ということでね、失礼しましたってな感じでね、肛門より汚ねえなってことで。ということでね、まあじゃあまた次回あだ名は決めるということで。はい、そうですね、結局ね。そうですね、なんか、うん、あのバチっていうのがね、あんまりあのなかったんで、はい、まあ次までに、まあ、考えておいてもいいですし、まあ、またね番組で決めてもいいですし、やっぱあったかい、はい、温かい皆さんいっぱいいるんで、はい、皆さんやっぱ決めてもらいたいです、ね。あ、そうですね、はい、ということでね、じゃあまたぜひね次回もよろしくお願いします。お願いします。はい、ってな感じで本日もたくさんのコメントご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。しそれではまた次回およろしくお願いします。さよなら。さよなら。バイバイ。店舗全てお客様に自信を持っていいお店だと言えるように書きました。同じ思いで頑張っていくことによって今後の目標も達成できるであろうという
はい、願いが込められております。と皆様にとって身近な存在になっていただくためにこの言葉を選ばせていただきました。すべての人々に愛される、頑張りが実を結んだ、お客様が満足できるようになっていただき、ありがとう。まだまだこれから200店舗300店舗とノースポーナーノーライン広がる楽しさのはこのお店で遊びたい。いつまでも輝きを忘れず頑張れ。